はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザードピレッジ第8回、ドミトレスク城、3姉妹のうち2人を倒して、で今結構ね、ドミトレスクとあと残る3姉妹の1人、カサンドラだね。カサンドラがちょっと城内を結構うろついちゃってる状況になってる中、建物内部をちょっと捜索していかなきゃいけないという感じのところです。とりあえず向かうところとしては、ここのエレベーターホールのところから上に上がって、なんか屋上的なところかなに進んでいきたいと思います。もう出ると多分いるんだよね。ルートはまた確保していって、ちょっとまたね、地図を見ながらこまめに鉢合わせになったら最悪なんだよね。だからこれはランダムでどっか行ってで動いてんのかな。まあもうここが乗れるようになったんで上に行きましょう。で上を探索すると、なんか光ってたね、あそこ。あそこ光ってんね。あれは多分宝石っぽいな。ちょっと覚えておこう。でどっちだ、なんかもう来てるか、早っ。まだ来てる、仕留める。金、こいつ超金持ってる。1000円はかなりでかいよな、ハンドガン。こっち伝っていける。これ外に叩き落としちゃうとか勘になんないからね。分かる。ああ、こっち来い、せめて最後は行って。いや、めんどくさ。あー、外に行ってしまう。いや、ギリギリ残った。金、よし。ちょっといくらだったかわかんないけど、割と体力を減らされてしまった気がする。ここはまあ有限だよね、多分。あ、でも結局こっちの屋根伝いのところに来るのかな。まずさ、ガードしよう。わかんない。いって殴ったんだけど、体力自体は多くないからね、こいつ。死んでなかった、ナイフで切るべきだった。一応切る膝ももう大丈夫だ。で1000円近く持ってるな。回復薬がだって1個1000円でしょ。まあ、銃弾使うとはいえ、やべ、2人来た。2人はちょっと勘弁だな。でここで近寄って、ほらほら、どうだ、もう一回いるけど、おばさん八つ咲きの毛って。金980円。来たところを追撃してやる、俺の。来るか、ダメ、テクめろ。全然ダメ。どこ行った、いた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 。おわ、タイミングが合わん。ハンドガン来て、一回パターン離れば、あとは切り刻むのみ。苦戦した。雑魚がって言いたかったけど、それなりに体力を奪われた。使おう。まあでもまあまあか。なんか今一瞬ブルったんだけど、なんでだ。弾を込めるとブルーんだっけ。まだ声するな。
ただあと1体か。でも最悪ショットガンの弾一発で完全に撃ち落とせる気がするんだよね。よし、ショットガン何発だった。もう少しナイフさばきが上手くなれば弾の節約にはなるんだろうけど、このナイフも大活躍だな。ガードしながら進んでいこっか。いつ襲撃されるか分かんねえから。ここは結構壺があるね。げっ、何もない。ショットガン2発。ん、これ向こう行くってこと。動かす。怖っ。いや、すげえ片手でいってるよ。壊れた、壊れなかった。一方通行か。これで仮面をゲット。よし、あれ3つ目か。今あと1つかな。ちょっと見てみよう。キーアイテム、仮面、仮面、仮面、あと1個だね。で、こっからどこへ戻るんだ。あ、はしごがある。下？あ、下へ下ろせる。下へ下ろして、これはちょっとこっちまでしか見えないけど、エレベーターホールだよね。ああ、なるほど。ただ当たり前だけど全然アイテム残っちゃってんな。少し探索してみる。スクラップへ。ガンパウダー、これで屋根裏 OK。 380円。ここあったわ、取ってなかっただけだ。で、ここは大丈夫。ただここはアイテム残ってんな。まあいいや。で、あと1個なんだよね、仮面が。ちょっとどこにあるのか行ってないところ。あれ、ソラリウムとかもまだか。アイテム残ってるね。メインホールで、キーピック歌劇場中庭、今ここでしょ。で、この赤いやつとか何なんだ。 あとここか、鉄格子の鍵。独房ってどうやっていくんだ。なんかもう忘れたな。厨房、キッチン、あ、これキッチン、こっちからか。メインホール通って、食堂通って、通って通って下に降りる感じかな。まあいいや、一回下に降りよう。で、ここよし。これ結構高値だからね。さて、ちょっとこっからはマジで気をつけていかないと。この人間風景は、ふざけんな。これが嫌なんだよ。この先はないのよ。早く早く早く。この正面から遭遇されるともうちょっと無理だな。来てるし、こっちの部屋まで。諦めろ。てか、エレベーター下ろせばよくない。だから登ってる間無理か。いや、こっちから回ってっか。じゃあ屋根裏を戻って、行きますか。あと、あのハエのね、カサンドラがまだ残ってるんで、あいつも注意しながら進んでいかないといけないけど、ドミトレスクの動きがよくわかんないかな。今だってもう1階のロビー近くにいたじゃん。それがさ、これどっから来たっけ。げっ
こっからだと戻れない、違う、こっちから来たのか。ソラリウムアトリエ出て、1回メインホールに抜けるか。アトリエ多分大丈夫なんだよね、地形的に。ここはちょっと怪しい、仮面を取ったところだから。こっちから出るか、こっちから抜けていくか。こっちから抜けて、ドミトレスクがどこにいるかだよな。一応見える。あ、いた、あそこ動いてんな。あっちに行ったね。ってことは1階に降りて食堂から抜けるか。ディナーまで待てそうにないわ。カサンドラかよ今度は。この過程でドミトレスクに見つかりそう。食堂から抜けるからこっち。どこそ覚悟しなさい、イーサン・ウィンター。前に来やがったか。でこっちからの右に抜けて、うわ、いや今の普通的だな、仕方しよう。でこっち、あ、ここでも霊気が来てる。やつを殺すにはうってつけの場所だけど、多分来ないな。でどこだ、こっちか。下に降りて、で鉄格子の鍵のところまで行きたいけど、敵がいる、復活してる。もう一発、結晶頭蓋。後ろを取られるのはちょっと嫌だからな。いるな、それなりに増えていって、やばい、いや、ない、ない、弾ねえ。どこだ、こっちか。作るか、さすがにちょっと弾不足で。敵が復活してるってことはやっぱりこっちでいいのか。で、なんだっけ、なんかトレジャーここら辺じゃなかった？これなんか怪しくね？そんなことねえか。ちょ、トレジャーだけもう一回見たいです。宝の地図、これ。ん？キッチン降りて、あ、これ独房かな？独房やってる。でも結局、こっち行けってことか。開けて、なんだ？ちょっと待って。あ、宝がありそうだ。これ切って、これは？パイプ手榴弾。は？ハンドガンの弾。よし。これ怪しいね。超謎。これに火をつけろってことなんだろうな。つくかな、強引に。強引すぎるつけ方。ろうそくじゃ無理か、ろうそくじゃ無理だな。あ、これだな、これ多分。え、今さすがにこれじゃ無理。手榴弾って壊せる壁、手榴弾なんてどれだ。あ、これか。ちょっと一個装備してみよう。どうやって使うんだ、そもそも。普通に投げるんかい。でも、破壊された。体力、
まあまあまあ緑だな。でここに火があって結晶のかけらがある。金でこれをつければいいのかな。どう、超わかんねえ。とか言っちゃったよ。ほらほら、いけ。あ、ついた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 。よしよしよし。で、これやればさ、こっちもつけられるっぽくね。熱っ熱っ熱っってなる。不死身のイーサン。マジ不死身だよな、こいつ。どっか行ってしまった。月で行こう。多分月の方がやりやすい。あ、これでこっちをやればいいのかな。よし、着いた。結構苦労したな。で開ける。おお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 、これは？なんか青い石みたいな。キーアイテムではない。売り物だね。あー、組み合わせ可能って書いてあるじゃん。なるほど。え、これだけ？ちょっと待って。じゃあどこ行けばいいんだ？あ、ここか。閲楽の間、ドミトレスクの鍵で開かなかったとこだね。最初にハエ女と遭遇したところだ。そこまで戻るか。弾がない。で問題はこの先、ここにはハエ女はね来ないと思うんでね、さすがに寒いから。ってことは食堂抜けてメインホールを上に行かなきゃいけないんだけど、どうする。ちょっと一回またデュークのところに逃げ込みて。ここだな、ポイントは。でこっちか。どうだ、ドミトレスクいるわ。やつをやり過ごせばなんとかなるんだけど、ちょっとどうだ、傷ドミトレスクの城を荒らした罪を思い切るがよいわ。いや、ここは突っ切る。強行突破だ。大丈夫、当たってない。そして安全のデューク地帯。ご愛顧に感謝しまして、新しいサービスをご用意しましたよ。毎回新しいサービスって言ってるけど、別に大したのないよね。ハンドガンの弾ももう買えねえしな。あ、これでもさ、ちょっと待ってね。ご利用ありがとうございます。改造すると銃弾補充してくれんだよね、多分。バイオ4の時とかそうだったから。ちょっとセーブをして、じゃあメインホール上に抜けて、いつものところ超近い。もう逃げ場はないわよ。そうかな、貴様はここには来れない。背がでかいから。早く行け。開けるだけ開けよう。ガチャ。やあ、ドミトレスク、どこへ行くんだい。そっちへ行くのか。俺が行きたいところだったんだけどな。まあ、ただやつがどこへ行ったかは分かるから。でなんか一気にさ暗くなるんだけど、外に出たら。ほら、あとカサンドラもどこにいるかだよね。うん、追われながら行けっかな。ちょっとまあやってみよう。セーブしたばっかだし大丈夫っしょ。
最高のワインになりそうだわ。ここを挟んでやつを下に引きずり下ろして、こっちから来てるから上行く。あとはひたすらダッシュ。いい加減にしなさい。それは貴様の方だ。全く厄介なやつよ。で鍵。え、ちょっと待って待って待って、え、待って待って、あ、鉄格子か。え、あ、そう、鉄格子使っちゃったからドミトリスクね。早くしろ。よし、オッケー。ここには来ないよな。一応ハンドガンに切り替えて、よし、仮面4つ。え、むしろ戻れなくなったんだけど。仮面取ってまだアイテムがありそうだから少し見ていくか。武器庫ってあったよね。でも、あ、なんだ、銀の指輪。え、ちょっと待って、銀の指輪ってなんか何かはめ込めるくぼみがある。組み合わせ、あ、いけるいけるいける。指輪が完成しそうだ。修復し、 OK、 よし。ってまだあるな。隣だって武器庫って書いてあるよね。うお、なんかすげえいいのがあり、いいのがありそうって言っても、なんかもう銃はスナイパーライフルもあるし。調べる。このままでは開、え、どういうこと、仮面をやんなきゃ。あ、仮面を外したからここが閉じちゃったんだけど、でも仮面持ってかないといけないからね。まだあるな。なんだ、どこだ。あ、上光ってる。こんなとこにいっぱい結晶のかけらを。近くにいるのかな、音がするってことは。ドミトレスク、よし、オッケー。ハンドガンの弾どうする。作りたい気もするんだけどな。ガンパウ、あ、ニコニコ使うのか。まあいいや、ちょっとワンセット作りました。では行きましょう。ちょっと待ってね、ここもアイテムがある。スクラップへだけ。うん、ショットガン、ちょっとあそこなんか怪しくね。ハンドガン、まあ武器庫だけあるからな。ちょっと待って、ちょっと待って待って待って、衝撃で吹き飛ばせそう。衝撃で吹き飛ばせそうって言ってるけどさ、これなかったらどうすんの。俺も死にそうだけど。楽しいかりで、ちょっと待って待って、俺も結構減ってんだけど、こいつ意外にあれなんだよな。私の体が、俺の体もやばいんだよ。連射速度やっぱり上げとくんだな。嘘よ、こんな。近づいてきてやっぱガードする癖をつけよう。逃がさないわよ。お前は私の大事な獲物。あ、死んだ。よしよしよし、こいつこの形態になればもうそんなに強くないからね。行かれた真面目。霊場のトルソン、落とすものはみんな一緒。よし、これで3姉妹全員倒して、仮面、あ、あんじゃん、キーピック、パイプ手榴弾、パイプ手榴弾、ここにパイプ手榴弾ちゃんと用意されてたんだ。さて、そっからまたアイテム、なんだこれ、台座のついた銃骨。あっ、台座のついた銃骨をあそこにはめて戻るってことか。武器庫はどっかに繋がってるわけじゃないんで、こっからはさすがに出れないよな。
で戻るときにドミトレスクがなまたいるかどうかっていうとこなんだよね。でここに台座のついた中骨、このままでは使えない。はどうすんだ。とりあえず見てみよう。外せってことか、台座を外そう。で標本で、これをここにやればいいのか。よし、これで出られるはずだ。ちょっと待って、怖いけど一本道だかんな正直。メインホールまだアイテムがある。やつがどこに行くか。入るー、気づかれてない。大丈夫か、こっちまでは来てない。もうカサンドラ倒したからね、あとはドミトレスクだけに見つかんなければいいんだけど、こっちのさ、だってドレスルームから下を降りていくのはもう非効率すぎるよさすがに。ガチャ、どうでしょうか。わかんねえ音がするんだよね。そしてこっちまで入ってくるかどうか。早くどっか行けよマジで。強行突破する、それか回復薬次第だな。今ストックがなくて、ちょっと1個は持っとこう。でハーブ3、薬液4か。まあなんとかなりそうだな。どこ、どこだ。いや行ったか。いないね。こっからだったらちょっとデュークの部屋にすぐ行けるから、デュークの部屋に逃げ込もう。デューク！マジで癒しだわこいつ。でちょっと、まあごゆっくり見ていってください。アイテムを売却しつつ、結晶でしょ、霊場のトロサもいいよ売っちゃって。で12000円、クソだけ。ではお題よ。キーピック2つあんのか。取りたいは取りたいよな。物資の確保は何よりも重要ですよ。地雷とかありません。どうしよっかな、あんまりちょっと使い道が分かんないからな。スナイパーライフル威力鍛えよう。すぐに仕上げましょう。連射速度も4000だしな。装填速度もうまあ重要だよな。こう見えても手先は器用な方でしてね。4から6。弾があるわけではないからな今。いいや、ちょっとこれで。またお会いしましょう。よし、まあそんな感じでいいかな。とりあえずじゃあ次回は4つの仮面をはめて、進みなんか言ってないけど進んでいきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。